酔いの迷惑。皆さんこんにちは、徹夜チャンネルの時間です。今回はお便りをいただいております。いつも徹夜チャンネル楽しみに見ています。毎回ためになる動画素晴らしいです。ありがとう。船酔いが心配なので酔い止めを飲もうと思うのですが、酔い止めの効果はどんなものなのでしょうか。ぜひ徹夜チャンネルで検証してみてください。石垣市在住、浜岡徹也。はい、皆さん船酔いが心配な方多いと思うんですが、こちら酔い止め薬のアネロン、その効果を検証してみたいと思います。早速行ってみましょう。はい、まずはしっかりと船酔いにならなければいけないので、必ず船酔いしてしまうという剪定掃除で気持ち悪くなるかどうか検証したいと思います。こちらが今回使用する酔い止め薬のアネロンです。1日1回1粒でいいそうです。いただきます。この日はね、本当にベタなぎでめちゃくちゃいい天気だったんですけども、このぐらいの波でさえ剪定掃除をすると 100% 船酔いしてしまうので、どのぐらい効き目があるのか非常に興味があります。飲むタイミングとしては、車や乗り物に乗る30分前に服用してくださいということなので、これから30分ゆっくりと休憩していようと思います。いやー、本当に気持ちいい天気ですね。まあ、ゆっくりと剪定掃除が、あ、やったやった。ミクさん、それでは剪定掃除頑張っていきたいと思います。今シーズンも安全に僕たちを運んでくれたノアゴーちゃんに感謝を込めて、しっかりと剪定掃除していきます。いやー、それにしても大きな船でございます。プロペラもこんなに大きいんですよ。広島のみんな見てる？僕頑張ってる。いつもおなじみ説明の人です。始まりました剪定掃除。まずはスクレッパーを使ってフジツボや貝などをガリガリと剥がしていきます。まあ、ここからちょっと長いので早送りします。で、今回使用した酔い止め薬のアネロン、4カプセル入りで約700円、薬局などで買うことができます。特徴としては1日1回1カプセルで、食前食後どちらでも服用ができます。しかも酔ってからでも効くというのが嬉しいですね。さらに以前配信した船酔い対策の動画で紹介したものも合わせて使えばさらに安心です。気になる方はこちらの動画もチェックしてみてください。概要欄に URL を貼っておきます。そんなこんなでスクレッパー作業終了。ここまで約20分、まだまだ元気です。次は金だわしで剪定に生えた藻などをこすり落としていきます。ここからが剪定掃除の本番と言っても過言ではありません。力を入れてゴシゴシしないと藻が取れないので、パワーと持久力が試されます。ここで皆さんにお知らせです。今回の水中映像はひたすらこの絵が続きます。綺麗なサンゴや魚は一切出てきません。はい、チャンネル変えないでください。バットボタンを押さないでください。にしても毎回剪定を綺麗に掃除してもすぐに藻や貝がつくんですよ。まあ、ほんと自然の力の凄さを思い知らされますよね。そして毎回地獄の剪定掃除。まあ、これをやらないと船のスピードや燃料の燃費が悪くなってしまいます。藻や貝との戦いは船乗りの宿命なんですかね。もし
もやかいが全くつかない剪定を発明した人がいたら、ぜひノーベル賞をあげてください。科学賞ではなく平和賞です。そんなこんなで約40分かかって、一番後ろのエリア剪定の約 10% が終わりました。今回ボスとミクの3人で全て終わるまで約4時間、最後の方は腕と肩がパンパンでやばかったです。いつもならこの時点で酔いまくってグロッキー状態なのですが、さあアネロンの効果はあったのでしょうか。大丈夫でした。これはすごいです。ただ薬の影響なのか、ものすごい喉が渇いて眠気がすごかったです。夕方ぐらいまで眠すぎて何にも作業が手につきませんでした。酔い止めの効果は確かにすごいですが、皆さんも使用の際は用法用量注意事項をしっかりとよく読んで服用してください。ということで今回はここまで。また次回もお楽しみに。バイバーイ。剪定掃除良かったですね。はい、チャンネル登録、高評価ボタン、コメント、どしどしお待ちしております。よろしくお願いします。